to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.いよいよパーティーコレクション、ちょっとまあ本番前ですけど、はいはい、いよいよ来ました。そうですね、ようやくコロナもね、はっきり明けて、うん、なんかそういう気分でなんでね、ちょっとパーティーっていう、うん、そういうテーマでやりましたけど、もうなんか待ちきれん感じで、もうこの今、取材会場がもう、ガヤガヤしてます、はいはいはい、いや、ね、やっぱり皆さん、着物着ていただいて、やっぱり盛り上がるんじゃないですかね、やっぱお出かけのね、はい、出かけになりますから、ちょっと今日新しい試みで、ショーの前に、ね、少しこちらで日食のね、そうなんですよ、簡単な、ね、小さなミニパーティーで、実はバイオリンのね、アーティストも入れて、でパーティーをやりながら、さあ、プチプチショーが始まりますよみたいな。車で、ね、パーティー会場に乗りつけて着物を着て車を止めたところからパーティー会場までの、道すがらを、うん、まあ、レッドカーペットのような感覚でそこをモデルたちが歩いて会場に入っていくという様をファッションショーにしようと。本当にショッキングピンクの、まあ、ランウェイにすごいビビッドなブルーのとか黄色のイエローの着物着てとか、なんかこう色の組み合わせとそのコーディネートの面白さで見せたいっていうイメージがあった。Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. 着物を着た上から
もう一枚着物を袖を通さずに肩に引っ掛けて、ガウンをベールのように引きつりながら歩いて会場に入っていくっていうような、まあ、見せ方も今回初めてやってみようよと。衝撃的で、着物と帯のセットっていうのがものすごくかっこよくって、最初からテンション上がりました。はい、華やかなんですけど、だけどなんとなくレトロな感じがする、いいですね、そんな感じがしましたね。普段よりもメイクのヘアスタイルがちょっとかっこよくて、モダンで見ちゃいますね。見ちゃった、楽しかったです、はい、初めていやいや、まあ、おかげさんで、とりあえず、はい、喜んでいただいたんで良かったです。いや、もうそういう気分で、ね、多分皆さんもそういう感じだったと思うし、まあ良かったんじゃないかなと思います。まあ、評価これからですけどね。今回新しい試みたくさんあったと思うんですか。はい、ストリートじゃなくてちょっとパーティーシーンに向かうっていうシーンだったんですけど、うん、まあいつもとちょっと違う見せ方でね、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。まだまだね、これからも追っていきますんで、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。Someone, and now you know how it feels. Goody, goody, goody.